さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座健やか見聞録。16回目は脳神経外科の上谷秀樹さんに脳腫瘍についてお聞きしました。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は脳腫瘍ということなんですが、病気としては耳にしますが、あまり馴染みのない病気です。どのようなものを脳腫瘍と言うんでしょうか。はい、じゃあご説明いたします。脳腫瘍には大きく分けて、脳に発生する原発性脳腫瘍と全身から転移してくる転移性脳腫瘍に分けることができます。原発性脳腫瘍には神経膠腫、これ別名グリオーマというもの、それから髄膜腫、それから下垂体腫瘍、この3つが非常に頻度の高い腫瘍として言われまして、その他神経小腫、リンパ腫、頭蓋咽頭腫、肺細胞性腫瘍など多種にわたります。転移性脳腫瘍では原発の頻度から言いまして、肺がん、乳がん、大腸がん、腎臓がんなどから転移する腫瘍、それを転移性脳腫瘍と言っております。ではどれくらいの方が脳腫瘍を患っていらっしゃるんですか。はい、人口10万人あたりですね、年間新規に発生する脳腫瘍は10人程度と言われてますので、鳥取県の中部地区の対象医療人口がだいたい10万人ぐらいと考えますと、10人ぐらい新たに発生するというふうに言われています。ただ近年は脳ドックが普及してますので、無症状の脳腫瘍の患者さんが徐々に増えています。ただここでご高齢の方が脳腫瘍が多いというわけではなくて、小児の方の脳腫瘍の患者さんもおられるということです。脳腫瘍ができるとどのような症状が起こるんでしょうか。また腫瘍の大きさによって症状は異なってくるんでしょうか。はい、いい質問だと思います。脳腫瘍の症状は必ずしも腫瘍の大きさによるものではなくて、ここに示されてますような MRI で左側と右側は同じ大きさの脳腫瘍を表しています。ただ左側は全く症状のない前頭葉の腫瘍です。右側は小脳にできた腫瘍で、頭痛、嘔気、歩行障害、手の震えなど重篤な症状が見られます。脳腫瘍の症状と思いつくのがまず頭痛だと思うんですが。はい、いいご指摘です。脳腫瘍の症状としてですね、重症になればなるほど頭蓋内圧が高くなっているということを示しています。で、頭蓋内圧の高い状態、これは頭痛ですね、朝特に頭が痛いとか吐き気、嘔吐、それからひどくなってきますと意識障害、それから両方の目が見にくいというような状態で、腫瘍が小さくて局所的な場合ですね、これを総症状と言います。例えば視神経の近くに脳腫瘍がありますと片目の視力が落ちてくるとか、聴神経、耳の神経ですね、その近くに腫瘍がありますと耳が聞こえにくいとか、あるいは内包硬脚という運動繊維の近くにありますと体の動きが悪くなるというような症状、この大きく分けて2つのタイプの症状に分かれると言われております。脳腫瘍と診断されると大変怖いイメージがありますが、がんと考えていいんでしょうか。はい、一般的にはがんとして扱われていますが、脳腫瘍をがんとは命名いたしません。ただがん保険の対象になることが多いですし、今全国で登録されております、全国のがん登録の対象になっているのは脳腫瘍です。また良性悪性についてもですね、組織学的に良性であっても頭の中でどんどん腫瘍が大きくなれば、それは非常に悪い方向に進みます。脳から全身に転移することは極めて稀であるというのは脳腫瘍の一つの特徴ということが言えます。
良性と悪性の区別について詳しく教えてください。はい、一般的には脳腫瘍は WHO がグレード分類しております。グレード1、2、3、4と、グレードが上がるに従って悪性度が増すというふうに言われています。髄膜腫、下垂体腺腫などはグレード1に相当して、リンパ腫、肺細胞性腫瘍などはグレード4に相当するように言われておりますけれども、例えば性細胞腫などではグレード1、グレード2、グレード3、グレード4のタイプがあると言われておりまして、これは詳細な病理組織学的な診断と、場合によっては遺伝子異常を検索してこのようにグレードを分けているというのが現状であります。ではどのような治療をされるんですか？はい、皆様お気づきだと思いますけれども、脳腫瘍は腫瘍を取り除きたい、しかし腫瘍周囲の脳の組織を大事に大事に保護して治療しなきゃいけないというジレンマがございます。手術、放射線治療、化学療法、その他の治療がその治療の方法としてはあります。それでは手術について教えてください。私たちは頭を手術されるというのは大変怖いイメージを持ちますが。はい、その通りです。気になる点として皆様はおそらく額に傷がつくんではないかとかいう西洋的な面での心配、もう一つは手術の後に後遺症が残るんではないか、体が動かなくなるんではないか、あるいは言葉が喋れなくなるんじゃないか、見えなくなるんじゃないかといった心配がございます。西洋面では例えばどのような工夫をされるんですか？はい、ここに示しました図のように、手術を行う場合にはまず開頭という手術の初期の段階がございます。骨を大きく取る場合に皮膚を切っていかなければいけません。額を切ることなく髪の毛の生えているところに皮膚のラインを置くようにしています。そして大きく骨を取って、皮膚を最後につける場合ですね、この皮膚のラインは髪の毛の生えてるラインになりますので、その後は髪の毛が生えれば、皮膚のラインは消えるということで、額に切ったラインが残らないようにしていますし、骨は全て戻して、凸凹がないような西洋的な工夫を行っております。手術中に腫瘍自体をピンポイントで教えてくれるシステムなんかあるんですか？はい、ございます。例えば私たちは車を運転するときに目的地に大回りすることなく直接的に行きたいという場合にナビゲーションシステムというのを使っております。それと同じようなシステムが手術中に使えるようになりました。これはそれを表しています写真をの一部を示しております。手術中にこの患者さんの脳腫瘍のデータを全て入れています。手術で、頭部につけたアンテナに相当するもの、そしてプローブがありまして、その先端とアンテナとの位置関係をカメラでもって認識して、常にプローブの先端がどこにあるかを教えてくれるシステムであります。はい、手術ナビゲーションを利用した手術について少し解説いたします。これは消化体部の腫瘍を表しています。手術ナビゲーションシステムでプローブの先端が腫瘍の表面に到達いたしました。この領域を切っていいかどうかということをこの画像は教えてくれています。そしてこの腫瘍の表面を切ることによって内部に到達ができて、この腫瘍内部を摘出することができる、ピンポイントで手術できるというようなシステムでございます。脳はどこも傷つけてはいけないと思うんですが、腫瘍だけを取り除く工夫などはありますか？はい、その前に、大脳の機能の極材についてのこの写真を見ていただきたいと思います。これは大脳半球の前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭葉を示しております。例えば言葉をしゃべる脳
というのは前頭葉のほんの一部だけ、そして言葉を聞く能力などは側頭葉のほんの一部だけ、そして体を動かすところはこの中心前回という脳回だけが重要な機能を果たしておりますので、その他のところを少し切っても脳の障害は残らないというふうに言われております。具体的に説明していただけますか？はい、これは前頭葉の腫瘍を表しております。この腫瘍を取り除くのに手足の動きが手術後に動かなくなったということがあってはいけませんので、大事な運動機能をしている脳を同定してする手術を行います。そのために手術中に脳表に電極を置きまして、体制感覚誘発電位というものを取ります。これは手術中の電気生理学的なモニタリングとして活用されておりまして、腕からの電位を脳で拾ってくる。例えば2番と3番との間のこの波形を見ていただきますと、2番では上向き、3番では下向きに行っています。この間が実は中心孔と言われるところで、この3番に相当するところは中心前回、体を動かすところの脳ですよということを教えてくれるシステムです。それによって腫瘍の位置と運動する脳とを分けて、腫瘍の位置だけの脳回を取り除くことによって、手術後全く体の動きの麻痺がない状態で腫瘍が摘出できるという方法でございます。このようにして脳の大切な機能を保護しながら手術をするという工夫を行っております。さまざまな機器を利用して手術をするんですね。はい、その通りです。ところで手術以外の治療はどのようなものがあるんでしょうか？はい、一般の方はよく放射線治療のことを聞かれることが多いです。放射線治療には通常ですね、通常の放射線治療、それから定位的な放射線治療としてガンマナイフ治療、サイバーナイフ治療、ノバリス治療がございます。その他、全国では重粒子線治療、あるいは陽子線治療、放射中性子補足療法というようなさまざまな放射線治療が頭部の腫瘍に対しては適用になっておりますけれども、これはどの治療がいい悪いではなくて、十分に専門医と相談してその適用と方法についてご相談いただきたいと思います。治療もいろいろあるんですね。そうですね。では脳腫瘍にならないためにはどうしたらいいんでしょうか？はい、実は予防方法はございません。特に、このようなものを食べたから脳腫瘍になりやすいというようなことはございません。症状が出現したら早く受診してください。で、気になる方は脳ドックを受診してください。もし脳腫瘍と診断されたらどのような心構えが必要でしょうか？はい、ぜひ専門医にご相談いただきたいと思います。今までお示ししたように治療方法はございます。治療に対して恐れずに向き合っていただきたいと思います。先生、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。